はい、なんやかんや言って何も未だに分かってないチーターです。今回も、死者の家やっていきたいと思います。前回ですね、パート1でウィンキーを殺して、パート2でウィリーを殺したってとこですね。で、なんか今上にいる2人の融合みたいなやつが目の前にいますね。じゃあやっていきましょう。どう読もうかな。黒い犬がやってきたんだ、ついにあの場所まで。黒い犬ってあのエドことエドワードだっけ、あ、ちょっとすいません、がなんか書いてましたね。お前が餌をやるからだぞ、どんどん大きくなって手に負えない。せっかく悪い妖精を殺したのに、これが最後だと思ったのに。お前の努力が足りないせいだぞ。いやー、今融合してるんですけどね。何ジロジロ見てんだよ。私は大人だぞ。鏡に映った姿が本当の姿だ。おお。え、じゃあ鏡見ろっていう指令？そうかな。違いました、すいません。多分扉入れってことですね。あー、額縁がなんか削り取られてる。うわー、なかなかホラーな展開になってきましたね。黒い犬の足跡か、これは。黒い犬ってなんだ、何を荒らしてんだ。お前、ここら辺は何もないか。カーテンが閉まった。ん、赤ちゃんの解体図、何これ。犬やめてくれ、マジ。俺、あ、僕犬嫌いなんですよね。犬の鳴き声がしました。いろいろありますね。何の音？釘？釘を打つ音。あと何これ。なんかいるけど、なんかいる。何あれ。話しかけてみる。何もできない。何これ。え、牛乳。 Have you seen me? 私を見たことある。 Why? Why? Why を見たこと。 Missing?主人公はなんだ。さっき、なんか、ま、パート1にも縛られた描写がありましたよね。いや、わかんない、本当にわかんない。また自分がいる。多分自分ですよね。あ、違うか、これはウィリーの方か。手に鍵を固く握りしめている。鍵を取った。鍵には1950年ロンドンとラベルが貼られている。なんか階層みたいなとこ来ましたけど、あ、走れない。展覧会か。主人公がなんで美術館にいるんだ。ウィリーの絵を見に来たみたいな。あ、誰かいる。
誰かじゃねえわ。何これ。ん？何これ。鳥かごが体になっている人がいる。ん？何？なんだ？鳥かごは最初の部屋にはあった気がするけど、あ、小鳥かなこれが。お、ちょっと待ってね。いや、いいね。クラシックが BGM に使われてるの本当にいいと思う。お、入れたぞ。あちらに掲示されている作品はあなたが描いたものですね。とても素晴らしい作品ですね。私は感動してしまいました。私も画家ですからとても刺激を受けました。期待の若き新人画家が現れたって話題で持ちきりですからね。待てよ、主人公も同一人物ってこと？おそらくウィリーとウィンキーは同一人物であるんだろうけど、もしかしたらウィリアも同一人物？もうごもうご。あの園だと多分ウィリーっぽいんですよ。もごもごもわかんないけど。沈黙もウィリーっぽい。じゃあもごもごにしよっかと。とても繊細で一番気に入りましたよ。ああ、失礼。私はエドワードと言います。きっと今日からあなたは忙しくなると思いますが、またお会いしましょう。あ、これがエドか。あ、やっぱ、主人公も同じなのか。あれ、エドからの手紙ってことは、要は主人公はこのエドと関わっていて、ウィリーも、どうやら関わっているようだし、これはなんていうか主人公の頭の中の世界って感じかな。自社猫のような意味を浮かべている。アリスにちょくちょく関係してますね。捨てられる。もう書きたくない。いつまで続くか、興味を引き続けなければならない。誰かの指示がなければ何もできない。才能がある者だけが選ばれる。持ち上げないで。こんな絵のどこか、そう、たった一言で私は粉々になる。私の描けない、絵の描けない私に価値はない。なんかプレッシャーみたいなように押しつぶされちゃうんですね。飽きられるお世辞、実力と才能さえあれば、割れやすいから一番低いところに。ここはとても寒い。一枚残らず燃やしてしまいたい。今すぐに。私の友達は私の才能の保証人。私の絵は素晴らしい。一人は孤独。誰にも愛される人間に。まだ足りない。もっと多くの人に自分の価値を高めろ。ところどころウィリーとウィンキーのなんか言ってたことが散りばめられてる感じですね。これは子供時代のウィリアムかな。ところどころ主人公が死んでる描写はなんか自己嫌悪のなんかメタファー的なそんな感じなのかな。ん？なんだこれ。やはり何度思い返してもこの美術館での記憶は私に原動力を与えてくれるな。ウィリアムには特別な才能がある。それを他人に認められた瞬間だ。
人生で初めての成功体験なんだ。才能、そうだ。何か秀でた才能があるかどうか人生を決めている。ウィリアムから絵の才能を取ったら一体何が残る？私はその考えには共感しないな、ウィンキー。ん？誰が話してるかちょっとわからなかった。なんで離れないんだ。お前なんかウィリアムの一部でしかないくせに。お前こそ消えろ。お前だってウィリアムの一面でしかないくせに。私こそウィリアムの本心だぞ。お前は偽ってる。ウィリーが自己嫌悪、その暗い自分の本心の部分で、ウィンキーが偽り続けて上にへつらって生きる偽物の作り物の自分みたいな感じかな。ウィリアムが本当に描きたい絵を描く。ウィリアムを愛される人間にするのが私の役割だ。友達なんかいらない。ウィリアムには空想の友達さえいればいいんだ。精神病院に強制入院だぞ。どうしてくれる？これでいいのさ。ウィリアムが自分でも知らない願望は叶ったんだから。自分でも知らない願望だと？そうだ。ウィリアムの歩んだ道のりを振り返ってみよう。まず教会の神父様、毎日教会の懺悔室で親身になって話を聞いてくれた。あれですね、画家の道を記した最初の人間みたいな人ですね、確か。だけど1950年に心臓発作でこの世を去った。1950年になんかあったね。それでなんか道が途絶えたみたいな。お前がしつこいから心臓に負担がかかったのかもな。その次が親友のエドワード。命の恩人だ。こいつと出会った日が私の記念すべき誕生日だ。ああ、そうだね、確かに。なんかこの人が上にへつらってみたいな道を示したのかな、確か。違ったっけ。私はアトリエから追い出された。君が絵を描くようになった。ああ、なんか画風が変わった的な。飛躍的に表現力が向上したのは私の功績だろ。空見ろ、結局奴は裏切った。でも今度は大丈夫だ。初めて出る人だね。精神科医のベスレム先生、この人こそ理想の父親だ。理想の父親だって？そうだ。ウィリアムはずっと理想の父親を探しの旅をしていたんだ。ベスレム先生は何もしなくても褒めてくれる。絵なんか描かなくていいと言ってくれた。お前は依存できる父親代わりの男を探して回っていたのか。なんて恥知らずなんだ。なんて恥知らずにほどがあるんだ。なんてみっともないバカなんだ。惨めで、めめしくて、情けない奴だ。寄生虫だ。恥ずかしいことなんかないさ。ほら、ウィリアムはまだ3歳の赤ちゃんなんだから。お、ほんとだ。いつの間にか、なんか子供になってる。褒めて指示してくれるに人が必要なんだ。マリオネットには人形師が必要だ。黙れ。やめろ。気持ち悪いと思われる。変な奴だと思われる。ウィンキーはどちらかというと他人の目を気にしてますね。
動ける動ける。台の上に上がろうか。じゃあ、うわ気持ち悪いねこれ。ん、何すんのこれ。右側に行けるのか。ん、何これ。え、うんうんうん、なんか剣みたいのがある。十字か。いや剣だな。殺せばいいのか。うん、まだか。ウィリアム、お願いだからまた大勢の人間が感動するような絵を描いてくれ。少し休めばまた元通りになる。頑張るんだ。もっと頑張って期待に応えてくれ。引っ越したいんだ、この家から。もっと頑丈で安全な家へ。ウィリアムの心の中には安全な場所がない。プライドがズタズタなのがわからないのか。お、最初のとこだ。後ろになんかあれ、なんの壺だっけ。まあいいや。どうしようかな。まあ、ここは素直にウィリアムと行こう。ああ、私は私だよ、ウィリアムだよ。この電話に出ているということは、また迷路に迷い込んでしまったんだね。ああ、無限に続いてる。エッシャーの絵と同じ。同じところを堂々巡り。でも考えて考えてだんだん分かってきたんだ。ウィリーもウィンキーもどちらも私にとって必要な存在なんだ。二人の間でバランスを取り続ければ自分も他人も満足できるような作品が描けると思うんだ。対立ではなく協力すべきだと気がついたんだ。親友のエドワードの話をしようか。彼が私以外の画家を褒めたり興味を示すたびに私はとても不愉快だった。心を移して欲しくなかったんだ。憎くて恨んだ。そして彼が画家としての才能を表し始めると、それを素直に喜べないんだ。表向きは仲良くしてるくせに嫉妬で満ちていた。もう限界だった。自分の心の醜さに耐えられなかった。どうかしていた。とても愚かな考え方だった。結局、黒犬がやってきて、体が動かなくなって、こうなってしまったのは、承認欲求にずっと振り回されてたんだ。音楽にしろ絵画にしろ、私は胸を打つような作品に出会った時、作り手に対して自然に敬意と好意を持つじゃないか。あの時美術館で初めて他人に作品を褒められて、砂漠で水を飲ませてもらったような気分になってしまって、評価中毒になってしまった。私はうぬぼれを知った。芸術に対する情熱を私は捨てた。外見は立派でも空虚だった。自分のことが嫌いだから好きになりたかったんだ。膨大な時間を無駄にした。ああ、なんてバカなんだろう、なんてバカなんだろう。私の人生は後悔と恥の上塗りだ。空ごらん、また大恥かいた。絵を公開したのが間違いだった。なんてバカだったんだろう。きっと必要な課題だったのさ。今悔やんでいるということは成長していることだし、成長しているということださ。もう植え付けられた自己嫌悪と自己否定から抜け出さなければ。ずっと完璧であれ、失敗してはいけないと臆病な自尊心にとらわれていた。これからはカトリック教徒らしく、これからはもっと男性らしく、これからはより女性らしく、芸術家らしく。自分を保つ。カトリック教徒ってのはおかしい気がする。女性らしくってどういうことだろう。まあ、芸術家らしくかな。
自分らしく生きるのは大切だけど、でももっと大切なことは人間的であることなんだ。まあ、自分の人生、子供の頃から画家だったからそれを見失うっていうのはちょっとあれかなと思ったんで。人間的であることは未完成のままであり続ける。不完全なままでいる勇気を持つということではないかな。自分の中でも他人の中でも完璧であり続けようとしてきた。けどそんなことは不可能なんだ。どこの誰から見ても完璧な作品なんてあるはずないんだから。完璧な人間なんてどこにもいるわけない。さあ先に進もう。過去は終わったんだ。お、反対側に来れた。じゃあ一回セーブして、おっと、これがエッシャーの階段を示してるのかな。パペットが入っていた。あ、パペットは自分を表してたのか。確かにこの主人公の顔に似てたもんな。顔ってか見た目に。なるほど、操り人形、つまりそうか、ウィリーがいた部屋にいたから操り人形になってるっていう。自分らしい生き方はしないから。うん、なんだあれ、蝶々。両親の前で常にいい子であるようにしてきた。ヘンリー神父の前ではいい教徒だった。エドワードの前ではいい画家だった。いい友人であるべきだったのに。なんかいろいろ美術品がありますね。ロダンの考える人ですか。また蝶々。他人との関わり方？俺もわかんない。人にしてもらいたいと思うことを人にしなさい。アガペー？聖書の教えだ。とても大切なことを忘れていた。私はここから戻ったら周囲の人々に伝えるよ。私の絵を好きになってくれてありがとうって。そしたらやっと自分を好きになれる気がする。しっかり見ていこうか。最後らへんっぽいし。これはミロのヴィーナスかな。今でも評価のウィンキーの声が聞こえてくる。ウィンキーは、ちなみに僕今手元にメモっています。名前を覚えられないんで。ウィンキーは あの悪魔の方か。いつも自分が一番の敵だった。内側からずっと攻撃されてたんだ。ウィンキーとウィリーを仲直りさせたい。きっとどんな人も矛盾した感情を同居させてるんだ。ちょっとピアノ弾かせて。弾けない。下に行こうか。じゃあなんだ。お、終わったー。いやー面白かったな。本当に本当に本当に曲のチョイスも本当に最高ですし、あ、僕好みですっていう意味でね、最高でしたし、内容もすごく面白かった。あ、ウィリーとウィンキー、そしてウィリアム。おー面白かったな。精神世界だったわけね。なるほど。最初に今更逃げようとするのかいだったり、もう閉じ込めたようだったりするのは、なんか精神の中で葛藤し続ける自分を表してたみたいな、そういう感じなのかな。いやー良かったですね。鳥かごも自分を囚われ、なんていうの、囚われの身にしてるみたいな
そういうことを表現していたのかな。この動画が面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。コメントもしていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。